右のバッターっていうのはね、タイガースはここ数年少なかったわけですから、最後も起こるかもっていうのはありますよね。外野は打ってもらわなきゃ困る。いかにバットでどうチームに貢献できるかっていうところじゃないかね。はい、中西局の虎の穴チャンネルということでね、今日はどういうお話ですか？オープン戦の結果だったりとかを見ていく中で、中西さんが気になった選手だったりとか、お伺いしていけたらなというふうに思います。2月25日がヤクルトと戦って5対2で勝利。2月26日が日本ハムと戦って8対6で負けた。3月4日がオリックスとの2連戦で4対2で負けた。3月1日に関しては今このような結果という形で、オープン戦ついに始まってきたっていう段階で、中西さんの方で気になっている選手とか、この選手良かったなみたいなところの選手っていらっしゃったりしますか？キャンプでの評価っていうか、その辺がそのままこの4試合で出てるのかなっていう感じはしましたよね。やっぱキャンプでの状態の良かった板山選手だったり井上選手だったりっていうのがそのまま状態をね上げてますし、ちょっと調整遅れっていう感じでブルペンでもね投げ込みにしてとかいうふうに言われて、外国人選手っていうのもやっぱご覧の結果になったっていうのもね。板山選手、本当に調子良さそうですよね。そうですね、非常にこうバットも振れてるし、ホームラン、安打っていうところで、かなりね、バットの状態はいいし、体がよく動けてるっていう感じがしますよね、外野の守備なんかでもね。まあ、井上選手だったり、森下選手が注目されている中で、外野のレギュラー争いに関わってくる選手にはなってくるかなと思うんですけど、実際どうですか、開幕の画面みたいなところは。レフトもね、ノイジーがいけるかどうかわからないっていうところがあるんでね、おそらく3つのポジションで、はい、残りは機会が、ね、2人っていうところになると思うので、外野手はやっぱ5人登録ぐらいになると思うんでね、森下と井上の争い、高山と板山の争いみたいなところはやっぱりあるでしょうね。基本的に右の森下を取れば井上を外さなきゃいけないし、井上取れば森下を外さなきゃいけないしっていう、高山取れば板山を外さなきゃいけない、板山取れば高山を外さなきゃいけないっていうようなバランスにはなると思うんですけど、ただ右のバッターっていうのはね、タイガースはここ数年少なかったわけですから、その森下井上っていうのは右ですけども、2人とも残る可能性っていうのはありますよね。板山選手ほぼマックスぐらいにアピールできているのかなと思ったりはしてるんですけど、レギュラーを掴み取りに行くってなると、この成績をオープン戦終わるまで維持し続けるみたいなところが求められることになるんですかね。もうそれしかないですよね。板山選手に限らず、森下選手も井上選手もそうです。外野は打ってもらわなきゃ困る。いかにバットでどうチームに貢献できるかっていうところじゃないでしょうかね。トレードで入ってきた元日本ハム渡辺選手のホームラン出たんですけど、渡辺選手とかはどうですか？もうこのバッターはね、もともとパ・リーグ時代からこう真っ直ぐに本当に150、155っていうところ打ち返せる、それだけのこうスピードボールには強いっていうバッターなんでね、どっちかというとセカンドの守りというよりもバッティングの方の期待値っていうところは高いでしょうね。セカンドで言うと最も有力されてるのってやっぱり中野選手にはなってくると思うんですけど、渡辺選手がレギュラーを取りに行くんであれば、打撃でどん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 アピールをして守備の防げるようなミスを防ぐところが渡辺選手のやるべきことになってくるんですかね。現状まあ中野がやっぱり WBC に行ってるんでね、そういうところでやっぱり渡辺選手のセカンドの起用、現状は中野がやっぱりここは守るポジションなんで、その後のバットであったり、もう外野手の2人と同じ考えでいいと思う。いかにバットでチームに勝利に貢献できるかでしょう。ホームラン出た選手でもう一人挙げるとすると、原口選手が出てくると思うんですけど、原口選手はどうですか？この辺は別にほっといてもバッティングっていうのは持ってるんで、どうでしょうか言われてもね答えようがないというか打ったからアピールどうなのっていう話でも、そういう選手じゃないんでね、やっぱりね、当然一番代打の切り札っていうところの選手なんで、ここでホームランが欲しいのか、ここでタイムリーヒットが欲しいのか、状況によって分かる選手なんで、その辺のバッティング状況とかね、ゲームの流れの中でのするべきバッティングっていうのは分かってる選手なんでね。外国人の調整が遅れているって話ではあると思うんですけど、ミス選手に関してはどう思われますか？はいはいはい、ストライクがボールになるところの見極めっていうかな、そこをこう我慢できないで振ってるっていうのがあるので、ね、ボール見極めるかっていうところになってくればチャンスっていうのがね出てくると思うんですけど、まだそこまでいってないっていうところでしょうね。日本のバッテリーの基本的な攻めのやられ方で、まあ打ち取られてるっていう感じでしょうね。3月4日の試合で見た時に、粘って粘って低めの変化球を見送ってフォアボールを選んだっていうシーンを見たんですけど、この辺の課題をちょっと取り組んでいて、そうですよね、だから打席でいかにボールを見ていけれるかですよね、このオープン戦の間ね。日本の野球のやっぱストライクゾーン、そしてバッテリーの攻めっていうところをいかに頭の中に把握していくか、カウントが悪くなってくればピッチャーっていうのはどうしても中に入れてくる
って、ストライクゾーンの方に入ってくるってことになると、そこでチャンスボールっていうのは出てくるんでね。レギュラー争いってところももちろんそうなんですけど、こう日本の野球になれる、日本のピッチャーになれるっていうところが、昨日のオープン戦でやるべきことで、まあ、そこで成績が出れば、はい、もしかしたら開幕スタメンもあるかもしれない。そうですね、はい、数多くボールを見ることでしょう、現状、オープン戦は。逆にピッチャーの方はどうですか？ピッチャーの方はある程度の開幕に向けてのローテーションピッチャーでいうのは逆算して3試合ぐらいになってくると思うんで、4回、5回、6回っていう感じのイニングを、ね、伸ばしていきながらっていうことになると思うんで、現状その青柳とか、ね、伊藤将司とかも投げましたけども、本当の意味のこう開幕のローテーションに3回かな、調整しながらっていうところで中6日調整になると思うんで、3月10日からでしょうね、やっぱりね。まあだから11日が土曜日になるんで、10日の金曜日、そこで開幕ピッチャーが投げて、2戦目が11日に投げるっていう感じで、もう予告先発なんで隠すこともないんでね、昔のように10日からなんか6日のパターンで来るのかなっていう感じはしますけどね、うん、これ多少のズレはあると思うんですよ。なんか5とかね、イニング的にはやっぱ3回4回とか、まあ3イニングではもうクリアしていってるんで、次はやっぱ4回とかになってくると思うんで、そうなるとやっぱりなんか5っていうのはないと思うんでね、やっぱ11日の金曜日からこう中6で回していくと思うんですよ。大竹選手は先発ローテ候補になってくるんですかね。まあ、ここに来てね、こうビーズリーの故障であったりとか、外国人でね、中継ぎリリーフ勝ちパターンのところに行けないかもしれないっていうところがあって、湯浅田リリーフにっていうところもあるんでね、これ先発でってなると大竹かなっていうところですよね、現状はね。あとファームの方にいる桐敷っていうところになってくると思うんで。今もピッチャーはイニングを投げていかなきゃいけないというか、ある程度球数を徐々に上げていかなきゃいけないというところなんで、1軍のゲームと2軍のゲームに選手を振り分けながら投げ出してるっていう、そういう作業の段階だと思うんでね。桐敷投手は先発としてってことですよね。でしょうね、はい。あとそこで言うと富田蓮選手、今年のドラフトで入ってきた選手、オープン戦で2回投げてたと思うんですけど、この辺はいかがですか、うん、アマチュアの時代から全日本行ったりとかしてるでしょ。右バッターのところのまっすぐスライダーってコントロールがいいのかなって感じしますよね。このピッチャーはあくまでもディールだと思いますけどもね、ショートイニングで1回もしくは1回3分の1とか、こういうショートイニングであればもう十分通用すると思うし、期待もあると思いますよ。石井投手に関してはどう思いますか？ずっと結果はね、残していってますからね。その前に浜地だとか梶谷選手も良かったしね、梶谷、石井っていうあたりは非常に結果を残していってるのかなっていう感じはしますよね。この辺は日替わりになると思うんですよね。湯浅が帰ってきて NPB のボールも馴染んできて違うんで、やっぱり WBC のボールと落ち着くまでは岩崎含めてブルペンにいるメンバーでのその日のコンディションでの状態でっていうところなんで、勝ちパターンでっていうのは最初の1ヶ月はなかなか作れないのかなって感じはしますけどね。この1ヶ月はその日その日で場所を変えていきながら一番いい投手の配置を考えていくみたいな感じです、うんうん、前回の監督経験してた時のようなやっぱ JFK っていう3人は間違いなく作れないっていうふうに監督は言ってるんで、あの時はやっぱりね、勝ちパターンは JFK、 少しビハインドになれば C っていう佐々木原、橋本、江口さんっていうゾーンでね、やってたっていうところがあったんで、今のブルペン陣の顔ぶれ見ると勝ちパターンの組もビハインドの組もそれぐらいのレベル差はないってことでね、全てのこうブルペンに待機してるピッチャーがリードしてる場面で出ていけれるような、そういう状態だと思うんですよね。固定してくるとはこう弱さが戻ってきてからっていうところですね。はい、ということでね、このオープン戦これからね、何試合かあるんで、今挙げた選手、そしてまたルーキーの森下選手であったり、まあ、佐伯、西純あたりもこれからオープン戦期待してまた見ていってほしいと思います。ということで皆さん、またね、コメント欄の方によろしくお願いします。でチャンネル登録をよろしくお願いします。